残って夢中で追いかけてったボールの家族はどんなだったっけ。僕はまだ全然で少しでも上手くなりたくて頑張ることしか思いつかなかったのこのなんでかな不思議なくらいに光コートでは日が当たるような懐かしい記憶それがいつかの原点になるような成長も感情も全部詰まってる Ray of Shine 毎日が眩しさの中で心に焼き付いていた季節僕らしさ初めて見つけた誇らしさ役割をもらってこのチームの一員になれたんだってバカみたくまっすぐになんかもうただ楽しかった好きなもので回る日常を当たり前のようにお互いが生き生きとして知ってるあの場所に立てていた忘れられないんだそれが最初の奇跡だったんだと気づけるわけなんてなかったけれど Ray of Shine いっぱいに溢れていた日々確かに受け取っていた絆Okay.